平野紫仕様、中国進出の噂と、シェイシェイ、騒動の背後に隠された真実。日本の元キング・アンドスメンバーである平野仕様が、中国進出の噂が浮上し、彼のファンとメディアの間で賑わいを見せています。彼の中国での人気は高まっており、その可能性がどのように進行しているのか。 そして彼の過去のシェイシェイ、騒動との関連性について詳しく探ります。平野氏用、中国進出への野望。2023年6月8日、日本の週刊誌、女性セブンが平野氏用が中国進出を計画しているという報道を掲載しました。報道によれば、平野は所属事務所を退除した後、中国進出の可能性を知人に相談し、 中国の芸能事情やセルフプロデュース方法について積極的にリサーチしていたとの証言が出ています。これによりファンの間では大きな興奮が広がりました。平野の中国進出についての情報は彼が中国で奇跡の小さなビスケットちゃんという愛称で親しまれていることや 中国の SNS プラットフォーム、美白でハッシュタグ、平野仕様が1.5億回以上閲覧されていることなど、中国での人気の高まりを示す証拠も紹介されています。これは彼が中国ですでに一定の知名度を持っていることを示唆しています。平野ファンの反応。一方、この報道に対してファンの反応は様々です。 一部のファンは本人の口から発表されるまで信じないと冷静な立場をとっており平野の中国進出計画が確定するまで待つ姿勢を示しています。しかし一方でもうどの国でもいいから活動して顔を見せてほしいと一刻も早い再始動を望む声も存在します。シェ騒動との関連。 この報道が注目された理由の一つは、2023年3月に放送された冠バラエティ番組、キング・リンチェ・プリンスルでのシェイシェイ騒動との関連性です。番組内で平野は、中国語でシェイシェイと挨拶し、韓国語や中国語を対応していました。さらに、韓国の首都がどこかを訪ねられた際には、パクッと答え、その理由を、 ってよく聞くんで、と説明しました。この一連の発言に対して、ネット上では、韓国に対して失礼すぎる、韓国行くなら、韓国のことちょっとは勉強しなよ、との批判が相次ぎ、韓国の主要新聞、朝鮮日報もこの騒動を取り上げ、国外に波紋が広がる事態となりました。 しかし、一部のファンは、潮君は天然ボケなだけ、悪気はないと思う、と擁護する声を上げており、騒動に対する意見は分かれています。中国進出計画の裏にある真実、一連の出来事から、平野潮の中国進出計画が注目を浴びています。 彼は中国での活動を考えており、すでに中国のファンから多くの支持を受けていることが示唆されています。ただし、具体的な進捗状況はまだ不明確であり、彼がどのようなステップを踏むのか、どの分野で活動するのかは明らかにされていません。彼の過去のシェイシェイ、騒動は、 彼がこと文化に関する知識不足を示すものとして一部の人々から非難を受けましたが、彼のファンからの指示も根強いことが分かりました。平野仕用の中国進出計画はアジア全体での彼の人気と影響力を拡大させる可能性があり、今後の動向に注目が集まっています。平野仕用の中国進出計画についての報道が広がる中、 彼のファンやメディアは彼の今後の動向に大きな期待を寄せています。一方で、過去のシェイシェイ、騒動によって一部の批判も浴びていますが、彼のファンからの支持も根強く、彼の中国での人気は高まっています。彼がどのようなステップを踏み、どの分野で活動するのか、今後の動向には注目が集まります。